こんにちは、行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、行政法の中のこの行政不服審査法ですね、ここの目的条文についてお話をしていきます。先日はですね、行政手続法の目的条文についてお話をしたんですけど、今回はですね、この行政不服審査法ですね、こちらの目的条文についてお話をしていきます。前回もお伝えしたんですけど、行政書士試験はですね、この目的条文ですね、結構行政法の試験の中でですね、問われるポイントでもありますので、ぜひですね、チェックしていただければなと思います。チャンネル登録まだの方は、このチャンネルでは行政書士受験に必要な勉強方法などお伝えをしていますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。まずですね、この行政不服審査法、目的条文ですね、ちょっとポイントを、まずですね、こちら、お伝えをしていきます。でこちらですね、行政庁の違法または不当な処分、その他公権力の行使、当たる行為について、国民がですね、簡易迅速、かつ公正な手続きのもと、こちらですね、不服申し立てをすることができる。こうした制度を、定めると。そのことによってですね、こちらですね、国民の権利利益の救済ですね、救済を図る。かつ、行政の適正な運営ですね、これを確保すると、これをですね、目的としているということが、この目的条文、1条にですね、定められた内容となっています。ですので、こちらですね、注意すべきところですね、こちら行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使と書いてある通りですね、違法または不当ということで、違法だけでですだけではなくて、この不当なものも含まれるということなんですね。ですので、行政事件訴訟法はですね、違法な処分その他公権力の行使だけしかですね、対象とならないんですけど、この行政不服審査法については、違法だけではなくて、不当な処分その他公権力の行使、違法と不当両方ですね、これが対象になってくるというところですね、間違いやすいところですし、試験にも出やすいところですので、ぜひ、チェックをしておきましょう。そして、この行政不服審査法はですね、こうした制度を定めることによって、国民の権利利益のこの救済ですね、救済を図るということが目的ですので、何のためかというと、国民の権利利益の救済ですね、救済という単語、ここもですね、きっちりと押さえておくようにしましょう。そして、かつ、行政の適正な運営を確保するということが目的ということですね。ですので、ここですね、あえて注意するところというと、この違法または不当なっていうこの両方がですね、対象となるということ、プラス、この国民の権利利益の救済ですね、救済です。行政手続き法であす、ここがですね、国民の権利利益の保護となっているんですけど、行政不服審査法はあくまでですね、この行政庁の違法または不当なですね、処分その他公権力の行使、こうしたことからですね、国民の権利利益を、そのことに対して救済を図る制度だと、救済を図ることを目的としているという点をですね、覚えておきましょう。それではですね、本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士受験に必要な勉強方法などお伝えをしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。